マウザー MK3030mm 機関砲は、ドイツのマウザー社が開発した 30mm 後継機関砲。当初は、マウザーモデル F30mm 機関砲と称されていたが、現在では、マウザー社がラインメタルグループに吸収合併されたことから、ラインメタル MK3030mm 機関砲とも称される。設計は1984年より開始され、 1988年より収益を開始した。ガス圧作動方式で2方向相談式であることから、複数男子を速やかに切り替えて使用することができる。使用する魂は、NATO で標準的な 30X173mm で、これは有名なガウマイナス8アベンジャーやマーク44物資マスター2とも共通のものである。 関西型の 30mm コンパクト砲本、機関砲は、主に関西及び車載の用途で使用される。関西用としては、イタリアのブレーダ・メッカニカ・ブレシャーナ社が開発した、コンパクト砲システムに組み込まれて使用されることが多い。ブレーダ社が母ホース 40mm 機関砲向けに提供してきたコンパクト砲システムは、ベストセラーとして知られているが、 本機関砲向けのコンパクト砲システムは、この 40mm コンパクト砲システムのスケールダウン版というべきものとなっている。40mm コンパクト砲システムと同様に、単装型と連装型が提供されており、弾薬抜きでの砲塔重量は、単装型で1500から 1980kg、連装型で約 3200kg である。また、 連装型を元にした CIWS として c コブラシステムも開発されている。使用する魂種は鉄鋼焼夷弾と焼夷榴弾が主となる。車載用としてはドイツ連邦軍の新しい不評戦闘車であるプルマ総工不評戦闘車などに搭載されている。車載用との場合、発射速度は毎分1 0 0発に厳格使用される。使用する魂は 相談と突きつ安定鉄鋼弾と空中炸裂弾が主となる。ありがとうございます。